着替え、え、何これ。カノン、炭治郎、おはよう。やっぱりカノンも数字が10、俺と同じだ。登校中見てきたけど、みんな頭の上に数字があるみたい。一体この数字って。炭治郎、え、二人揃って10、俺は4だよ。ねずこちゃんは何だった？善逸、おはよう。ねずこは8だったかなって。何の数字かもわからないのにそんなの知ってどうするんだよ。同じ数字じゃないのか。いやね、数字は1から10に分類されてるみたいだから、相性占い的なあれかなって。相性占いか。でもそれにしては1から10って少なくないかな。それもそうなんだよな。おい、お前らいつまでくっちゃべっている。さっさと教室に入れ。今入ります。あ、イフロ先生は2なんだ。について、これは7。俺考えてみたんだけどさ。なんだよ、授業中だろ。炭治郎とカナオちゃんが10で俺が4、イフロ先生は2。これってさ、キスした回数とかじゃないのかな。はぁ、かまど、静かにしろ。すみません。今この頭の上の数はキスした回数と言ったか。待て、もしこれで漢の字が10だったら。くだらないこと言ってないで授業に集中しろ。いやだってさ、それ以外に何か考えられるか。なんかみんな変にそわそわしてるし、絶対何かやましいことなんだよ。俺とカナオが10回もキスしたっていうのか。んっていうか、善逸、禰豆子にキスをしたのか。おい、うるさいと言っているだろ。次騒いだらただじゃおかないからな。すみません。ほら、だから言っただろ。あいつらが話しているのは本当なのか気になる。すぐに漢の字の数字が何なのか確認を。休養を思い出した。残りの時間は自習にする。くれぐれも騒がないように。俺たちのせいで怒らせてしまったのか。あ、カナオちゃん。ねずこちゃん、今帰り？うん、お兄ちゃんは？もうすぐ来ると思うけど。あ、カナオちゃん10なんだ。お兄ちゃんと同じ。そうみたい。ほんと、この数字何なんだろうね。学校中その話で持ちきりだよね。いろんな説があるみたいだけど、カナオちゃんも聞いてるかな。うん、なんかね、有力なのがいくつかあって。はあ、そんなわけないだろう。いやでもほら、見てよこの記事。何？本日未明に突如現れた頭上の数字、その正体が判明。ズバリの経験人数。ほらな。いや、俺の数は断じて違う。この記事信憑性がなさすぎる。じゃあ人数じゃなくて回数かな。そんな今の吾妻の話嘘だろ。だってそんなら漢の字の数字は。もう最低。悪いのは禰豆子ちゃんだろ。大嫌い、もう知らない。あ、禰豆子ちゃん。カナオちゃん、どうしたの喧嘩。見て、私の数字、昨日は8だったのが今朝9になってて。増えることもあるんだ。それでね、善逸さんが昨日どこで誰と何したんだって言ってきたの。私何もしてないのに。あの嘘信じてるんだね。あんなの絶対嘘に決まってる。だって私何もしてないもの。うん、私も違うと思う。でも本当に何の数字なの？どうすればいいんだろう。カロン、炭治郎、どうしたの？そんなに急いで。帰ろう、早く。うん、炭治郎の様子がおかしい。どうしたんだろう。ここまで来ればもう大丈夫か。何？一体何があったの？何も言わずにごめん。頭の上の数字のことなんだけど。私、あの噂違うと思う。もちろん。あの、この数字は、のっていう。人数で回数でも、違うから。わかってるよ。それは俺が一番、多分。よかった。でも、実際この数字のせいで、学校はめちゃくちゃだ。禰豆子と善逸も大喧嘩してしまったし、イグロ先生もこの数字が原因で休んでいるみたいだな。うん、
校中の雰囲気がいつもと違うよね。男子の中では一番数字が大きいカナオのことをなんていうかそういう目で見てるやつもいて。え？だから急いで学校から連れ出したんだ。そうだったんだ。俺このままではいけないと思う。なんとかしてこの数字の謎を解き明かさないと。私もそう思う。でもどうやって。見つけたぞ、レベル10。え、こっちに向かって歩いてくる。さあ私についてくるんだ。連れてこい黒死坊。え、何、いや話して。何なんですかあなたたち。カナオから手を離せ。やめるんだ。邪魔をするな小僧。どれだけレベル10の女を探したと思っているんだ。貴様もそれで本当にレベル10なのか。レベル 10？ 私も炭治郎も。そうだ、きっとこの数字のことを言っているんだ。待ってください、ついていきます。でもその前に説明くらいしてください。カナオ、ついていくなんて。いいだろう、説明してやろう。お前たちの頭の上の数字は私が研究開発させた可視化 AI による善人数値が表示されている。可視化 AI？ 善人数値？ふん、難しいことを言ってもどうせわからんだろう。その人間の行動や思考の総評を1から10で表していると言えばバカでもわかるだろう。どうしてそんなことを。そんなの私の秘書にするためでやろう。私くらいの秘書となると優秀な人材でなければならないからな。私に選ばれるというほど名誉なことはないだろう。なんて自分勝手なの。さあ説明は終わりだ。約束通りさっさと行くぞ。クラオ、ついさっきもせっかく見つけた頭が桃色のレベル10を逃したからな。なかなか良さそうだったのに。頭が桃色のレベル10。ああ少し頭は弱そうだが顔もまずまず。スタイルは申し分なかったのに、あの娘以外に怪力で。それはこの子のことか。おお、そうだ、その娘だ。よこせ私に。おい、マイナスだぞ。どういうことだ。ゼロ以下は極悪人レベルなんだぞ。せ、おい逃げるぞ黒死坊。うわあ、消えた。一件落着だな。